の久保田です。今回はですね、バックハンドの、グリップの持ち方についてお話したいと思います。両手打ちでちょっと話したいこともあるし、片手打ちでも話したいことがあるので、まあ、2種類ちょっと全然違う状況のことなんですけれども、お話しできればと思います。まず両手打ちからいきますね。両手打ち、両手打ちの時の右手のグリップというのはコンチネンタルもしくはちょっとフォア寄りがいいですよというふうに過去の動画で説明しました。バック寄りがダメだと。でその理由はまあ前でしか取れなくなるというのと、緊急の時のスライスがこのまま打てないんで、また握り変えないといけない、時間がない時に握り変えないといけないということになるん でそれはちょっと都合が悪いですよと。まあ、両手だとね、ちょっと食い込まれてもなんとか打ち返せるとか、っていうのはすごくいいとこなんですよね。それなのに打点が前でしか取れなくなるっていうのはあんまりいいことないんですよね。じゃあ片手で打った方が楽じゃないのっていう話になってくるんで、ちょっとグリップはコンチネンタルまたはフォア寄りがいいですよ。この辺分かんない方は過去の動画で説明しているものがありますので検索してみてください。でバック側にですね、グリップが寄ってる人っていうのは真後ろから撮影するとバックスイング完了して振り出すときにラケットがお尻から膝ぐらいのあたりにこう行ってしまうんですよね。これ無意識で行くんですよね。なんで無意識かというと、これよく見たら分かると思うんですけど、まっすぐこれ今コンチネンタルで持ってます。これバック側に寄るとこっちに行くんですよね。フォア側に行くとこっちに行くんですよ、ラケットが。こっちとこっち分かれるんですよね。グリップの違いによってこのままこうなったりこうなったりするわけじゃなくて場所がずれるんですよね。こう、こっち、こっち。これ手首の位置ここにありますからね。ここにあって、こう、手の中でも動きがあるんでね。手首の位置が、手の位置がここにあったとしてもこうやって、ずれができるんですよ。で、これバック側でこう持つとこっち側行きますよね。ちょっと横に行ってますよね。で、これで引くとこっちに来るんですよ。で、だから、片手のバックの人っていうのはこっち側に行くんですよね。グリップが厚いんで、こっち側には行くんですよね、背中側にはね。なんですけども、例えばフォアの方、フォア側に寄せた状態でバック打つ人っていうのはそっち側に、後ろ側に行こうと思っても、もう窮屈で行かないんですよね。行かせようと思っても大体この辺で終わるんですよ。なのでちょっと動画を撮影していただいて、でグリップがちょっと怪しいなっていう方はですね、まあ、この辺後ろ行ってるのに無意識で行ってしまっている方、手首まっすぐ伸ばしているのに後ろに行っている方というのはグリップをですね、思い切ってフォア側に変えていただきたいんですね。フォアのイースタングリップ、このぐらいのずれですかね。まっすぐ縦からちょっとこっちにずらした、この人差し指のこの付け根の部分がラケットの平べったいところに乗ってるぐらいのやつでまずやっていただきたいですね。バック側で、厚めに握って打っていた人がフォア側に寄せてあんまり何も考えずにそのまま打つと右斜めにぶっ飛びますからね。で、そうならないようにここからちょっと手を見てくださいね。これフォアのイースタンでラケット引いて、ここ角度をつけておいてくださいね、引いた時に。でラケットが体の前側にラケットフェースも来るようにしておいてください。これで引いてください、こういう引き方。これこの状態から手首を折って面がコート左側に向くようにしてください。左斜め上はダメですからね、左側。そのぐらい手首を折るようにしてください。これ折るのっていうのは力を入れるわけじゃないですからね。これ抜かないとこうならないですからね。だから、ここで抜きたいんだったら最初の引いたこの時にぐっと力を入れといていいです。こっち側に力を入れといて抜いて打ってください。そうすることによって面が上向きにならなくなるんでね、こういけばね。バック側で腕をまっすぐ伸ばしてでそのままやってた人がフォア側に寄せて腕を伸ばしてそのままやるともう場外に多分行くと思うんでね、その辺気をつけてね。この場合は手首をだいぶ柔らかくしていいですからね、こう柔らかく使ってラケットフェースが上向きにならないようにしてください。でコンチネンタルグリップの場合というのは何も考えずにというか、これもまっすぐストレートのまんまでやっていいんですけど、これはねいいんですけども、バック側に熱くなった人っていうのはコンチネンタルでやってるつもりの人だと思うんですよね。わざとこうこっち側でやろうと思ってはないと思うんですよ。いつの間にかグリップがバック側に熱くなってやってたっていう人だと思うので、またコンチネンタルでやると
元に戻ると思うんですよね。で、自分で判断しにくいんで、判断しやすいようにわざとフォア側に寄せて、で、全く違う感覚で練習していった方がいいと思います。なので、そこぶっ飛ばないようにだけ気をつけて手首を折るようにしてください。これ力を抜く方ですからね。で、打球の幅、今までこうバック側でやってると、前のこの辺でしか右足を出した、それよりも前側でしか打てなかったはずなんですよね。で、そこですごい回転ばっかしカスカスかかってたと思うんですよ。速い球打とうと思っても打てなかったと思うんですよね。で、前でさらに取りすぎて、振り上げて前に取りすぎて、で、ネットした場合って多いと思うんですね。弱い当たりでネットね。で、そのフォア側に寄った場合の打点ですけども、これっていうのは手を緩めて、緩めたまま前に出せば意外と前側も取れるんですよね。で、食い込まれた場合はここから手を折ってまた折り返せば結構後ろ側も打てるんですよ。なので、ラケット1本分ぐらいの幅は取れるんだよね。なので、それちょっと手の折り具合でちょっと調整するようにしてくださいね。で、そんな感じです。両手打ちの方はね。で、次はですね、バックハンドの片手の方いきます。片手打ちされてる方たちはもう例外なくグリップが、バック側に厚いと思うんですよね。こっち側でやってると思うんですよね。で、これは別に問題ないんですよね。で、問題があるのはスライスです。片手のスライス、バックハンド片手でスピンを打ってる人のスライス、片手のスライスが怪しい。グリップがコンチネンタルまで行ってない状態でスライス打つ人が多いんですよね。厚いグリップでスピン打っといて、スライス打とうと思った時にコンチネンタルよりもちょっと厚めでスライス打つ人が多いんですよ。だから真横から撮影するとラケットベースが左向きのこの状態から取りに行ってて、打点を前にするっていうね。で、これは余裕がある場合というか、前で取れればある程度速い球打てるんですよね。速く滑るような球打てるんですけども、使い勝手悪いの分かります？前でしか取れないんだね。ちょっとバック寄りのスライスって後ろ側ってできないんですよね。これも、グリップをですね、コンチネンタルもしくはやっぱりこうフォア側に変えていただきたいですね。できればね、フォア側に変えることによってスライスをちょっと懐が深いというか、後ろ側でも打てるスライスに変えていただきたいんですよね。これも撮影してくださいね。撮影したら面が左斜め上ぐらいを向いてこういう出方してると思うんですよね。それをこっちに変えてほしいんですよね。こういう出方、これグリップの違いですからね。だいたいグリップを変えてスタートを、私が進めてるスライスのスタートの切り方、この切り方に変えれば大体打ち方はもう変わると思います。グリップを変えて、グリップをフォア寄りにしてるのにこっち側にする人ってほとんどいないんですよね。この面を作る人っていうのは、コート左側に面を向ける人っていうのは大体グリップがバック側に寄ってることが多いんだね。それをフォア側で向かないようにする。引いてこっちですからね。これで、コートを、右側に打てるかどうか、要するに、ショートクロスとか右方向にサイドアウトできるかどうかというのをチェックしてください。フォア寄りのグリップでスライスを打った場合というのは、コート右側に打ちやすいと思います。ちゃんと打点も後ろ側にしてね。これで打ちやすいと思います。グリップが厚いとどうしても、左側の方に打ちたくなってくると思うんですよ。でも実際苦しい時ってコート横に動いていってで左側に打ってしまうと全部アウトですからね。でその辺も考えていただければ、クロスに打てないとダメっていうのは分かると思います。でそのためにはこの面が左側向いた状態から出てくるっていうのはすごく不利なんですよね。これずっとコートがない方移動していって端っこサイドラインまで来てで使う場合、これコートない方に向いてますよね。こう完全にアウトする方向に、それからパッと、コート側向くよりはずっとコートがあるクロス側向けていって打球できる方がいいんで、その辺気をつけてですね、グリップ確かめてくださいね。でこの2つの打ち方というのは全く違うんですよね。球の飛ばし方が
グリップが厚くて面が左側向いて出す方というのは、これ肩の回旋がないのが分かります？これ回旋してないのか、これ引いてそのまま出しただけですからね。そのまま出しただけ。これ腕の回旋ないんですよね。これこのままなんでね。で次、私が進めてるバックのスライスというのは肩が回旋しまくるんですよね。まず引くときに、外巻きにしながら内側に持ってきます、腕を。でその後今度内巻きにしながら脇を開ける感じがあります。でその後また外巻きに持ってきて打球します。でそのまま終わる場合もあれば、それから出す場合もまた内巻きに戻す場合もあります。外巻き内巻きで外巻きで終わる場合もあれば、また内巻きにする場合もあるという、すごいこう肩の回旋使うんですよね、こういう動きっていうのはね。ただ引いて出しただけじゃないんだね。だからこのイメージで打点を後ろにしようと思うと全くできないんで、そこ気をつけてくださいね。でこのスライスを打つ人っていうのはターンしてすぐこの辺を通ってラケットベースを上げるはずなんですよね。こういう動きからはやらないですよね。すぐこっちに持ってくると思います。これ気をつけてくださいね。この持っていき方が左腕を制限して面をコート左側に向けるんで、こう行ってこっちってやりにくいんですよね。こっちっていうのはね、こっからこっちは左肩楽に動いてやりやすいんですけど、前側から上がったこの左腕、この左腕ってここから窮屈になるんで、窮屈になったのはどうしたら楽になるかというと、こっちにすると楽になる。ちょっとこっち側にやると楽なんですよね。この肩の状態でこっち側ってすごい無理があるというか、これこの手、ここからこれは楽で、この辺は指や小指、薬指あたりは離していいというふうにも言ってました。これは楽なんですよ、肩がね。でもこっちからってこっちに向いた方が楽なんでね、横にね、自分側じゃなくて左側に向いた方が楽になるんでね、この手がね。だからそこも気をつけないといけないですよね。正しくは、フォアよりまたはコンチネンタルグリップでこの流れですからね。間違いはこういう両肩の動きがなくて、左肩を止めて右腕だけ後ろにやったようなこういうスライス、ね、これとはこれ肩は全然動いてないですよね。でこっちも動いてはいるけど回旋はない、こういう打ち方とこういう打ち方違いますからね。でその辺ちょっと練習していただければ、結構追い込まれて苦しい状況でも意外とこうショートクロスに打てたりとかねして、プレーの幅が広がると思います。なので、スライス余裕があるときできてるっていう、だからできてるんだっていうふうに思わないようにね、じゃあそれでドロップショット打てとかショートクロス打てって言われたときに多分できないと思うんでね、その辺のこともちょっと、おそらく経験してるんで記憶にあると思うんで、そのなんかやりにくいなっていうのをちゃんと拾い上げて、グリップを変えて練習していければと思います、片手打ちの人もね。今回は以上です。